決まりました。 FC 今治 J リーグ昇格確定。この街にね、J リーグが来ますね。そうですね。2007年には途方もない目標だと言われた年間入場者数1100万人の11ミリオンに初めて到達しました。感謝しかないですね。僕らは大好きなサッカーを毎日できる状況にさせてくれているのも本当に皆さんだと思ってますので、これほどまたみんなが関わって、そのみんなが苦労してやったシーズンというのもないと思いますので、どこのクラブもこの緊急事態というところに何とかフィットさせて、戦ってきたんじゃないかなと思います。サッカーのお客様がこう戻ってきてくれることで、にぎわいがこう少しずつですけども戻ってきたなと。試合が行われるために準備をしてくれる方々の存在も、まあ、常にこう頭の中に入れてるつもりなので、身に染みる思いでピッチに立つことができましたね。選手が、そんな状況下でも、頑張っている姿、すごい活力になるなとは思っております。やっぱり仕事を頑張るようなモチベーションにもなりますし、 It was really really impressive to see them, you know, clapping for us and really giving us the push, and to thank J-League for making it possible to allow these fans to come back and support us. 今年コロナでこのいろいろ困ったこととか辛かったことは、そのオルンガさんの得点を取っていただくことで解消されたような、もう何よりも支えになっています。ゴールだったりアシストでサポーターの方々を喜ばせるっていうのは本当に一つのモチベーションとして、本当にサポーターの方々がいなければ自分もこれだけのパフォーマンスはできなかったと思っています。シーズンが行われているだけでやっぱ幸せかなという感じはします。僕の人生はサッカーだなと思いました。なかなか触れ合うことはないんですけど、気持ちがすごく伝わってすごく距離は縮まったのかなとは感じてます。私たちができることっていうのはもうただただ思いを持って応援することだけなので、実際に手を握ることはできないですけど、まあ、手を取り合ってこう戦っているっていうような、人との、まあ、距離というか人の温かみというか、そういったものは強く実感できたシーズンだったかなと思います。